大変ながらお待たせいたしました、このナオブリーブラリあれやったらの公式オフ会第3弾開催決定しました。はい、開催日時は3月24日土曜日、場所は渋谷近辺、よいしょ、そう前回と同じ場所です。はい、詳しくは V プレスチャンネルのホームページで近日公開となっております。皆さんのご来場お待ちしてます。待とうよ、気軽にピラーっと来てはいよ。今日に感謝、明日に乾杯、お疲れでした。お疲れでーす。どうよ、年明けて。いやーまだね、ほんとまだ気分が正月休みでもうお正月すっごいボサーとしてたから全然頭が働かないんですよ。そうね、うん、そうね、もうワイグチロスもあるしね。そう、それ来てる。いやね、やっと来た来た来た実感。そう、いつもこう2週間おきにワイグチに行ってたのが、はい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 、ないタイミングが来ちゃって、あ、今週やったっちゃけどみたいなね。そう、なくしてわかる寂しさみたいな言ってもこのナオブリーは、うん、まだまだいますよ。まだまだあれしまっておりますからね、うん、あれってなんや言っていいですか、私が言っていいんですか。いや、マルシンがいるじゃないですか。脱落組はさ、どんどんもう行こうよ、うん、脱落ではないか脱落ではない、脱落ではないか、うんうん、自ら、うん、で自然に、ね、自然に、そうそう、自然の流れでね前回、凱旋でね、うん、結果を残せなかったら、あ、そうだ、まあ、神様卒業しますと、うん、言いました。言ってた、それを踏まえて下見を聞きましたけどもね、はい、はいはいはい、はい、ドン、あー、犬年2018年は、うん、そう、犬年だワン。あ、うまい、綺麗。犬といえばですよ、あれかスロットで犬が出てくるって、姉さん、え、あの、じゃ、ジャグラ、あれしかない、え、犬、ジャグラ、ジャグラのリプレイ、犬ね、犬、あれ犬ね、うん、うまいとこつくね、俺、それ、次に出さないから、先に、先に言うもん、姉さん、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、なんか、お前ゴッド やめるって言ったじゃねえかって思ういや、じゃあ、やめるとか言ってないですよ、うん、卒業、だから俺、高校卒業した大学進学でしょ、うん、あ、入学しちゃうんですか入学、入学新たに新たにアラジンユニバーシティに、エスカレーター式だったんですね、じゃあ犬入学犬入学あー、ご入学おめでとうございます。今、卒業します、うん、翌月にはもう復帰しますっていう、もう何でもありの時代やんそうですね、そうですね、何でもありよ、ね、うん、なぜならばですよ、うん、今日ね、下見に行きました新宿アラジンの前で、もう熱烈な視聴者の、はい、ファンの方からね、はい、これを手渡されたんですか、なんだこれみたいな、何ですかそれ、え、なんか UFO キャッチャーかなんかで撮ってきたのかと思にしてはいい記事にしてはね、うん、見てよほら、はゆうさん、はお願いしますよと、これで、うわ、分かってるね、分かってる、ゆうだし、じゃあこれ巻いてこれ巻いてこれ巻いてこれもう超おしゃれに巻き巻きして、うん、こう巻いて一応下見してきて、はいはい、まさにあの直美さん言いました、うん、犬といえば、うん、ね、ジャグラーのラスベガスみたいなやつ、あ、なんでしたっけ、ファンキーでしたっけ、パンティジャグラー、パンティじゃない、めっちゃパンティめっちゃパンティジャグラー、あれ犬やったっけ、犬ですよ、ごめん、俺2回ぐらいしかよしよししたことないけど、なんか帽子かぶったワンちゃんがリプレイマジで、うん、あとね、まあ、凱旋を卒業したらじゃあ次何打つかなって言って、うん、ずっとまあスタッフさんとも話はしてたんですけど、うん、昔ね、ちょっと前、うん、やっぱサミー系かなと、いいですね、ケンシロウかな、うん、だからもう転生、うんうんうん、転生もまだ2階のメインコーナーにね、うんうんうん、鎮座増し増してますから、うんうんうん、で割とまあ今日も結果で出てましたんで、うんうんうん、それでもありなのかなと、うん、空いてれば転生います、うん、でその次はね、エウレカもありなのかな、ちょっとサミー系を、うんうん、ちょっとあの年齢に立ち回れたらなと思っております。だから今年はあの新しいエブリィが楽しみあのアラジンで、うん、凱旋以外で遊んじゃおうというノリでいきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。さあそこへ来て、はい、ナオミさん、はい、うんとね、ナオミさんこれにします。ちょっと暑いんで外していいですかこれそうですね、室内温度26度でこれはきつい暑い、それちょっと見てる方も暑い、しかもね、ビニールの袖やろもうなんかベターズビニ袖、ビニ袖、うん、皮っぽいけどビニ袖、ビニールだったね、ビニじゃん、ライター近づけんで溶けちゃうおい、ビブレかお前はしょっぱいだろお前、お前しょっぱいかきたじゃろこれ、ビブレ売らんめえかこれお前わかる、わかる、しょっぱい、しょっぱい専門店、暑いお待たせしました、いいですか、失礼します、ドン、はい、はい、1月15日月
お、ま、この間も言ってるんだ、バイン。そう、バイン、そうそうそう、バイン、バイン、バイン。しかもバインの新しいやつが出たんです。来た来た、ちゃんとそういうとこ情報入れていきますね。そう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 、なんかね、お店の中のそのなんかギアス推しの空気を感じましたよね。この2種類あるんですよ、 ART と、おうおう、あとその GRT でしたっけ、新しいやつ。何それ、わからん、聞いたことない。わからん、わからん、聞いたことない。ゴリゴリリプレイタイム、うん、そうそう、だからそれなんだ。ゴリゴリそこら辺行くか、はい、またはいつも通り番長3の、うん、あの台、あの台、いつものそのエブリーさんに俺の台があるように、はい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 、私にも私の台っていうのが番長3のコーナーにありまして、あれ奥角 L 字の角、あ、そう、角の L 角、そう、あそこか。今日でもカウンターチェックしてきたんで、多分今からの時間100ハマリのは攻めないと思うんですよ。まあね、なんで今からね、最悪、まあ、据え置きでもリセットでも早めに当たるんじゃないかなって思う台を一個。だんだんなんか言い方がツヤになってきたね。あざす。なんかリセットのようなの。モード B の。モード B の。言いたい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 ですやっぱりね。あるある言いたい。ライターあるある言いたい。あるある言いたい。早く言いたい。朝一立ち回り早く言いたい。早く言いたい。番長シリーズか、はい、あとは久しぶりにパチンコ行ってもいいかなっていうのがあって。マジで、うん、いや俺も刑事の319が一番いい、うん、あのほら一番いい打ちやす、パチンコ打ちやす、うん、入り口入ってすぐのVIP席でしょ、もう、うん、もう玄関開けたら2秒で刑事みたいな。そうそう、まさに ね, ね、あそこ目立つし、あそこいいけんさ。でも一番はやっぱこれかな、牛音トラ。誰それ、ライターさん。ライターさん。焼肉のではないです。焼肉兼あのアパレル社長ではない方の牛尾さんですね、こっちは。いろいろ手出しとんな。あ、こっちもあの先生も。これがまた面白そうで、あの天下一戦って打ったことあります？それ愚問やろ俺には。あ、聞かんときゃよかった。台にさ、意外画棒がついてるの見たことない。知らん。ぐる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 って回ってるやつ。あ、あ、あ、パチンコのね。そう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 、ウィーン、バインバインバイン。そうそう、バイ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 。あれのやつで新しく出た台なんですけど、 あれ系ね。うん、当たったらここを使ってこうまた抽選してみたいな感じで面白そうだったんですよ。はー、なんか言うとりますけれども、まあまず第一難関、うん、朝一のね、うん、モバイル抽選になってますから、うん、おじさんおばさんがそれに対応できるか。そう、あ、まあ、まずそこから、ハイテクだからあれ、まずはそこを我々が初めてね、うん、そのモバイル抽選実践しますんで、うん、そこからまず皆さんチェックしていただきたいと思います、うん、気になる方多分多いと思うんで、ね、どうやればいいとか、うん、まあ、多分慣れたら一回やったら簡単に、ね、うんうんうん、できると思いますんでね、その辺も踏まえて、新宿アラジン縄振りのぶらりあれやったらお楽しみください。スタートです。これか、 LINE のアプリで読み込むんじゃなくて、普通の普通の QR コードの読み込みの、あ、LINE、 LINE であると友達追加をやったら QR コードが出てくるんで、これで、あ、もうこんな遠くから読んじゃったよ。9時から19分までにパスワード入力、うん、はい、じゃあこのブラウザはもうサファリはずっと立ち上げたままにしとかないといけないってことですね。はい、わかりました。仮抽選ですけど、今9時23分なのでリロード、こっち行こう。おー、行く行かないボタンがこれね、今、あ、でも仮抽選が出てきてない、うん、出てきた、あ、出ました、その下に、ボタンの下に、あー、あそう、こうやって点滅してるからスクリーンショットじゃダメなんですよ。こういうことだ。そう、おぉびっくりした。行くを押すんですね。行くね、せーの、ポッチ、ここ中、あ、で、40分にまた正式な番号が発行される。さあ、9時40分回りまして、うんうん、運命の本抽選、うん、結果出ました。来ましたよ。せーの、ドン、うん、お、俺61番から5人繰り上がりました。なんで来ないんだよ、来いよ、ね、行かない押したんだ、行かない押しちゃったんだ、押しちゃったほら、番号遅くても書いてあります、まだ諦めないでってことマヤミキマヤミキ、ほんとだ、まだ諦めないで。
繰り上がりました。いいの見っけたよ。私サラバン好き、エブリーさん、ケンシロウ好き、ホットスポットいやこれ行こう。じゃあ諦めなかったら5人また繰り上がったよ。よし、おはようございます。あれ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 番長、うん、マジか、めちゃめちゃいい。いや俺まだ、あーでもサラリーマン番長が打ったことあるよ、うん、打ったことはある、打ったことある。ただこっちの方がもっと打ったことがある、うんうん、じゃあこれで行きましょうよ。転生でいい場所があった。あ、これはこれでいいね、うんうん、リーマン番長とケンシロウでね、うん、あーいい、面白い面白 い, い, い。毎度お騒がせ、スロットヒューマンバラエティーナオブリーのお時間でございます。いやー本当にね、最近寒い日が続いておりますけれども、まあ、寒いといえばね、センター試験、なんでセンター試験こんな寒い時にやるんでしょうね。もうあな暖かい夏にやればいいと。あーどうもどうも、寒い中どうもご苦労様でございます。いやいやいや本当にね好きだよね君たち本当好きだね。ちょっとやりづらい、すごくいきなり新しいことやるからどうしていいのか。さあということでね、もう本当にね各地で雪の情報がもうバンバン来てまして、ね、寒い寒い言ってますけども、うんうんうん、男子どうした男子。あーいたいた一応男子枠だったんで毎日ごめんねごめんね2018年に入っての収録は今回が初めてということで、はい、うん、いかんせんね心配でございました、うん、朝一抽選ね、ドキドキしました。意外とやれましたよ。なんかやってみると意外と、うん、分かりやすいというか、あのねスタッフさんがね、うん、親切丁寧にね、うん、代わりにやってくれましたここ開いてここ、もうもたもたしてね、こうやってこうです、うん、これ消さないでみたいなねもたもたしてたからこう俺へえ、うん、へえ次回から自分たちでできるかな、うん、思いますけど、バッチリです。さあじゃあ一人ずつ聞いていきましょうか。志賀さん、はい、今年の抱負はね、いきなりでびっくりするね、いいねいいねリアクションえ、勝つことです。よしいいぞ、やっていくわみんなで、うん、はい、まいしさん今年の抱負は。やっぱり勝つことです。あ、いいね、うんうん、勝つ勝つきましたよ、うん、勝つ勝つ。白ひさん勝ちます。あ、そう、うんうん、勝ちます。ナミさん勝ちますなんだよみんな欲望の塊勝つことばっかり言いやがって、ギラギラします言うとおりますけれども、まあね、今年ももう愉快なナオブリーね、うん、友の会メンバーと、こんな感じで、新しいことにもチャレンジしていきたいなと思っておりますので、ぜひ皆さん今回も最後までお見逃しなく。さあ今年はもう忘れませんよ、うん、今年はテイク2ですからさっき忘れてましたよ。忘れません昨年はちょいちょい忘れてましたよこれ一番大事な、ここは忘れない。もうこれ編集大変なんだよ。そう、もうあんまねもう手間暇かけないようにしないと無駄な。その前にね、はい、ほらね、まだまだねこのステッカーシリーズは続いてますよ、うんうん、あの遊びに来ていただいた方ね、うん、お声かけいただければナオミバージョン、エブリーバージョン、これなんかほらあの新春早々ね、そうおめでたい感じのバージョンになってます、うん、こちらもね、お声かけいただければ皆さんに差し上げております。さあもうお年玉薄いよもう甘やかしたらいかん。そうですね、ありがとうございます。頼むよ、頑張ります。頼むなんとか頑張りますんでね、はい、もうこれ言っちゃっていいのか、3月24日にねあのもうオフ会決定しましたんでね、うんうんうん、もうすぐですよ急がな急がな、まあ、急がな急がな、ドリンク代、急がなドリンク代みんなの、ほらもう、うん、もう視線がなめさん欲の塊どもがすごい後ろからのプレッシャーが、ただ酒飲みたいっていう、ね、ただほどねいいもんはないですから、はい、頑張ります。これ目指して、うん、もうね新年一発目の収録ですから気合い入れていきたいと思います。じゃあいきましょう。今回も新宿アラジンでぶらりあれしてもいいかな。あれやったらあれってなんやナオブリーのぶらりあれやったら。
急遽ですね、急遽直美ちゃんサラバンと俺は転生で、得意よね。得意です、任せてください。おは俺は得意です。まあ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 、まあ、楽しみましょう。まあ行っときましょう、行っときましょう。わ、俺バリ久々だなこれ。とりあえず前日、うん、まあ、まあ割となんか元気だったっぽいけど、まあいいや。俺なんか打ち方覚えてるかな。台のデータとか全く見ずに、ただサラバンとエブリーさんの好きな先生が並んでるっていうだけで座ったんで、全然気にしてなかったんですけど、昨日、わあ、びっくりした。いや昨日なんかそこそこ当たりが軽くて遊べてたような台です。だだき抜けてすぐやめたんかな。ほらちょっとこの辺具合悪くなりそうな数字もありますけど、結構わんぱくやんちゃな遊べそうな、あーでも荒い、いけるいける大丈夫。そういよ、俺あの前日の作戦会議では犬年だから、犬にまつわるエトセトラとか言ってたけど、出てくるよねこれも犬ね、どっかで。犬探し出てこないか、転生で犬なんて見たことないよね。お待ちしておりました、こちらをご覧ください。続けてくるか。おお、もしかしてこれは、よいしょ、勝負じゃ、番長工事現場か。楽勝楽勝楽勝、両方いただきました。俺じゃないのよ。私の俺負けてるし。俺これ犬出てくるんですか。犬っぽいや、ほら犬っぽい、毛並みが、毛並みがね、毛並みが犬っぽい、ちょっとワイルドな感じがね。何でも言うときも犬っぽい、犬っぽい、いやそうそう、ワンダフル、ワンダフル。さあとりあえず早めにやってれました。よかった、これだけじゃいかんというのでもね、まずこのカラバンの中で この時が一番好きかもしれない。おい、やった、全部つけたい。おいし、あと2個、そんなにすんなりいけなかった言ってたっけ。いや、なんで
ないな。ごめんだぜ。残念。お、いきなり早速赤。これで喜んでんだから俺。懐かしいわ。お、いった。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 戦ったもん。いや、このサービス。ラクション。ラクション。あ、これ。懐かしい。でも俺こんなやってたね、なんか。そう、やってた、やってた。ワイグチとかでもやってたよ、うん、やってた、なってわー、楽勝楽勝。まだだってね、3本150枚も使ってないよ。いいよ、ご機嫌ご機嫌。よし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 、白ー。青よし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 、上げていこう上げていこう。あー黄色か。ちょっと電球が消えてから狙いにくいのこれ。おいおい、セーフセーフ。いいんじゃない、黄色ちょうどいいよ、ちょうどいい。良くもなく悪くもなく、こっからですよ、こっからですよ。このチャンス絶対生かしてやる。いいね、さえ先いいね。抽選悪くて正解だったよ俺。諦めないでって書いてあったけど。諦めないで、諦めないで。抽選悪くても諦めないで。まさかの 40? やだやだ。あー、青7やったのに。赤、ここでもう絶対あるあるだよね、もう最後で、最後で引いちゃう。お、おまけくれた、おまけくれた、2発くれた、このチェリーで。よし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 、5個でしょ、頑張るよ。昔よくやってたよ、このタイミングで、そこみたいな、ほら、ね、いや、ほらじゃないよ。よしよし、もう一発 KO。 そいや、ダメ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 よ、そういうのダメよ。もうほら、今のラオウはダメだよね。これでいくんじゃない、ほらバイーン。じゃあさっきのでいいじゃんみたいな。待ってました、あれやりまっかじゃん。あ、いいねいいね、懐かしい。あれ、それが見たかった。あれあれ、やれたやれたやれた。よしよし、あれ終わってんじゃん。終わりました。ラッシュ入んなかった、いただきラッシュ入らなかった。大丈夫、諦めないで。あ、マヤミありがとうございます、元気出る。この一言元気出る。あー、一個も入れなかった。三つで大丈夫。ここ。ちょっとずれた今。ちょっとずれたタイミングが。お、チャキ、あ、チャキ、チャキ。やばい。おばちゃんみたいな俺リアクションしちゃった。チャキ、チャキ。お、マジか、マジか、あるよ。ないのか。ダメだ、ダメだ、終わっちゃった。ベルであるよ、ベルであるよ、あるよ。
ほら、うー強ーい、うー強し強し強し、カメラさん大変だね、省エネ省エネ省エネゼロだから、いいいいいい強い、よし、ほら黄色だったよね、だちょうどいいんだよ、良くもなく悪くもなく、よし飛ばすぜ飛ばすぜ、あーなんとか2つですけど、いける今日の1、いける、これはしゃあない、おーマジか、おー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 、片音車だ片音どんどんやるな、え、マジか、いやすごい盛り上がってる、あのレベル高しじゃない、なんかちょうどその先生とこの盛り上がりの感じがすごい、ワイドチケン思い出しますね、思い出すね、なんか この感じ、この感じ、うん、ワンパクケンちゃん、ワンパク、いや今日のケンちゃんワンパク頑張ってよ、頑張りますよ、なんじゃこれ、研修の入り方がかっこよかったっちゃけどね、おいけるいける、よしよしよし、3ついただきました、ありがとうございます、よかった、ちゃんと仕事してくれた、これいいんじゃないと、あーしゃあしゃあ、今度こそいいじゃん、いい、ね、いい番長、あーもうここでか、次こそ、ありがとうございます、あーやばい終わっちゃった、大丈夫、今日のワンパクケンちゃんだったら2個あれば楽勝だよ、2個あれば、ここ、あーまあでもサウザーだからね、ベルで行って、ベルで行って、あーないかー、ラス1、ラオコイ、ラウザーだー、あーでも大丈夫、さっきリップで倒したからね、残念、今日のキーワードは諦めないでだからね、しょうがないしょうがない、赤だよまだまだ赤だ、まあでも20じゃまあないと思うけど、おお燃えとる燃えとる燃えとるね、おうそやろうそやろ、おおおおマジか、わんぱくが過ぎるよ今日のケンちゃん、いや気づいたら終わった時にびっくりした、いつの間に終わったんですか、いや4セットで終わったんだけど20アベシしか残ってなくて行くなんて思ってないじゃん、13アベシで行っちゃったよ、ワンパクが過ぎますよやばい今日マジやばい、ちょっとトリハトリハマジかすげえぞ、いやちょっと大興奮大興奮、こんな展開ねえよ俺今までに、やばい、あお、まあいい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 、よし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 
さっき4セット止まりだったもんね。いける。あまた40。ダメやろな。これじゃサラバンじゃ勝てん。三つか。分かんねえ。激闘で増やせないのはちょっとダメだね。そこだけだな今日は。ほらほらほら、もうラオウのタイミング大体分かったね。分かったでしょ、ラオウのタイミング。リップで、リップでお願い、倒していくよ、せーの、バキーン。あれー、よし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 、ベルベルベル、これは、これは絶対倒す、せーの、どん。あれ嘘でしょ。ジャギジャギ、分かった、絶妙のタイミングですよあれ。あおいもうジャギじゃない。お願い。おギリギリだよ、ギリギリ、綱渡り、綱渡り。いいね、このギリギリ感がたまらないね。いや、転生やっぱ面白いわ。今更ですけど。面白い。確かに俺、出たばっかり、当時すっげえ熱中してたもんな。マジで。ゼロってことは一発しかないってことだ。本当の一発勝負だ。ジャギ。進化。これはしょうがない。もう引けなかった俺が悪い。これはもうどうしようもない。うん、しょうがないしょうがない。いやーでもちょっともったいなすぎるな。まだうまく噛み合ってないね。いやいや、でもすっげえいいスタート切れた。ちょっとトイレ行ってこ。なんかなかなか帰ってこなかったんですけど。いや、ちょっと危なかった。俺新宿のほらサウナあるじゃん。足が自然とあっちの方向いちゃって、あ、やばいやばい。いや、もうほんと収録中でサウナ行ったら、いや、ほんと真っ先に頭に浮かんだのがサウナかなっては思ってたんですけど。東口にいいサウナがあるんだよ。いいサウナチェック済み。昔ね、よく泊まってたの。行きかねんけん、マジで。行かないよ、さすがにもうサウナ事件は。いや、もうちゃんと見張っとかんと、もうすぐ行くけん。サウナやらなんやら。しれーとマイクの電源落としていっちゃうからね、俺。まさかサウナの場所チェックしとうと思うかあと7阿部市くらいしかないね。いや、まあそれじゃもう、まあ、ないだろうけど。いやでもすごいすごい。はい、いい、次次またすぐ入れりゃいいんだよね。あれ、そうでもないの、そうでもないの。いや、やれそうな感じはするんですけど、一応そのゾーン抜けたから今ちょっと考えるタイミングなんです。ヤムちゃんってさ、ほら俺みたいに番組終わったから言えるみたいな話ないの。実はあの時みたいな、ないの、俺ほらサウナに行った事件とかあったじゃん。いや、私めっちゃクリーンですから。なんかね、なんかその収録中にめちゃめちゃトイレ行くとか、なんか
視聴者の方と LINE 交換してるとか合コンしてるとかマリモさんがすごい言うもんやけん私もすごい風評被害があって全くそんなことないのに。いやでも一つぐらいあるでしょ。いや今だから話せるんですけどみたいな。今だから？多分ね視聴者は欲しがってるよ。あ、一回だけもう本当どうしようもない時にあの収録早めに逃げ込んで車にずっとゲームしてたことは一回だけありました。1時間。いや1回じゃないでしょ。え、1回だけじゃないでしょ。いや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 1回だけ1時間ぐらいゲームしてたことは1時間もうどうしようもなくて。いや大体どうしようもなかったよ俺がいた時も大体どうしようもなかった。まあ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 、最後にはもう朝一からジャグラー行ってたからね。あ、どうしようもねえな今日はみたいな。ジャグラーか海、ジャグラーか海、うん、なんだかんだ理由つけて、いや海はいいよ海はなんて、ワイルチの海はいいんだって言ってた言ってた。え、いや、やめるとか言いよったけど、ワイ口の話してたらまた誰々打っちゃったから次のとこまでちょっととりあえず頑張ります。そうやね、とりあえずはね、とりあえず男の勝負。あとは任せてよ、裏で会議の資料できてる。ビビちゃん、びっくり。よかった、ワイグチの話しててよかった、ね、元気が出た、元気が出た。ありがとう、ワイグチ県。でも、俺らもあの話をどこまで引っ張るんだっていう話だよね。あと1年は引っ張る。あと1年はあの話で、ワイグチの話で、小出し、小出しに小出し、小出しに。おー気持ちがいい。ありがとうございます。ここで蹴りをつけ、飲み比べじゃ。おい、飲みじゃ。なかった。最後の勝負で遊んだ。おやすみ。楽勝。よかった。続けて打ってよかった。盛り上がっていこう、盛り上がっていこう。かっこいい当たり方した。3回目やけんね。よっしゃ頑張ろう。 I love you。2度までもなく3度目まで。右中左3回目。今日のテーマは諦めないでだから。もうそれを、それだけをもう強く思って。次回のナオブリは、よし、もういった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 。お待ちしてまーす。後編もお楽しみに。